ばんは。あ、坂内さんお疲れ。やっほー。オーシャンさんこんばんは。あ、ダークありがとう。お昼ちょっと来てくれてたよね。忙しかった。あ、アプロさんもありがとう。今日も可愛いやんだって。ありがとう。バラありがとうね。バチロって見てたけどすぐ来たなって。あ、なんか今あれバチロってだっけ、なんだっけ、今なんかよく上がってくるわ。これ光こっちだとあれかな。よいしょ。こっちの方が良さそう。しげさんこんばんは。かわいい。やっとやったぜ。身長は160センチです。低いでしょ。高くもなければ低くもない。出身は秋田です。すごい、なんか尋問を受けてる。尋問受けてるじゃん今。あ、まどかありがとう。いつもほとんど服着てないみたい。嘘、本当に。うちん中では着てる方なんだけど、確かにどっかは露出してる。りょうくんありがとう。ブレスレット、なんかバタバタ動いてたら全然暑いわ。なみちゃんも配信してるけど来ましたって。あ、なあちゃんもなんかポコチャし、あ、ポコチャって言っちゃった。配信してるんでね。アイコン、あ、姉妹じゃなくて、これなんか昔 YouTube やってたんですけど、その二人のアカウントで、配信は私しかしてないから、ちょっと変えようかなと思ってんだけど、まだ変えてない。まどかありがとう。富士さんこんばんは。くまさんフォローありがとうございます。マークお疲れ様。確かに今日ちょっと遅くなっちゃった。遅くなっちゃいました。わかんない、何時までかはまだ決めてないけどって感じです。全然見れる時間まで見てください。暑っ。昨日も暑いって言ってたけど今日も暑い。結局いつでも暑い。あ、ダーくんありがとう。ライブゴールのやつ嬉しい。ありがとうございます。ライブゴール集めてます。ポケポケさん、かわいい名前だね。フォローありがとう。たかたかさんいらっしゃい。しんじくんフォローありがとう。おねだり頼むの忘れてたって。おねだり必須。唇めっちゃ綺麗。嬉しい。あれ違う、あれツンツンで前も来てくれたことあるね。そういや、そういや、そういや。かたかたさんこんばんは、いらっしゃい。あ、ハートミーありがとう。嬉しい。初ハートミーありがとうございます。やったー、嬉しい。572人目だって。あとちょっとで600人だ。嬉しい。
あ、苦しい。やったぜ。ライブゴール嬉しい、優しい、嬉しい、優しい、楽しい嬉しい、優しい、楽しい。カズさんこんばんは。こんにちは。え、トト、トトありがとう。やった、トトありがとう。ハートミーくれました。何さんだろう、ニワトリさん、ハートミーありがとう。あ、出た、カーズスイカ、楽しくてよかったですだって優しい、優しい。どこから配信してるの。家から配信してますよ。ゴリゴリ室内でしょこれだって。あ、ズンボさんおかえりなさい。あず、昨日と同じ場所です。あちち、今日は涼しいと思ってたのに夜はそんなことないんだね。早いね、1週間もう今日木曜日だもんね。木曜日、木曜日、明日は金曜日。暑っ。ん？焼酎じゃない、全然全然お水、全然お水です。昨日はねちょっと飲みながら配信してたんだけど、今日は全然お水です。よかったらタップもお願いします。タケ、タケタップありがとう、嬉しい、嬉しい。あ、サラダさんこんばんは、おかえりなさい。あ、嬉しい、ハートミーありがとう。あ、フミヤもすごい、フミヤ大好き、ニコもありがとう。これさ、大好きだけど名前愛してるなんだ、なんだね、紛らわしいなギストにイチャモンつける。はやちゃんこんばんは、こんばんは。出た、ひじ出てやったよ出てやったぜ、見てくれてありがとな挑発的。あ、ウッドさん今日もありがとう、タップありがとうございます。最近めっちゃ見てるだって、もう好きやん、それもう好きやん。あ、タケ嬉しい。あ、やったー、ありがとう。やば、やばすぎ、やばすぎタケめっちゃカウントありがとうだけど、すごい、出た出た出た、12858さんのこのやばすぎ、マジありがとう。何個送ってくれたの。5個も送ってくれた、ありがとう。 KB 時代から好きやったわだって。あ、させん、たけたけさん嬉しい、ハートミート、カンストありがとう、12858さんもありがとう。いつも大量に大量に投げ去りするんだよね。まだ会話したことないんだけど私、12858さんと無言でつながってる。たけさんよろしく、こちらこそよろしくお願いします。
あ、レオン、レオンこんばんは。おじさんこんばんは。せめておばさんにして。せめておばさんで。こんばんは。私は23で24の年です。24ちゃんになります。わ、ありがとう。やばやばい、やばすぎ。何個くれるの、すごい。あ、ずっとついてエフェクトみたいになってるんだけど。ありがとう、優しい。すごい、もう10個になったんだけど。やばすぎ、強すぎ、強すんぎ。フォローありがとうございます。もうみんな夜ご飯食べました。夜ご飯食べましたっていう時間帯じゃないか。まず食べ終わりました。わー、すごーい、すごいすごい、ありがとう。嬉しい。カタカタさんが2個目の鍵穴送ってくれた。ありがとう。すごすぎ。あ、インテリアクザさん、やっほー。寝ようと思ってたって優しいね、見てくれたんだ。ありがとう。カタカタさんすごい。タップもしながら投げてくれてる。やさスイートですってなんだっけ。やさスイートですってなんだ、なんか聞き覚えがある。そう、どこの人、出身ってこと。あ、直樹ありがとう、嬉しい。大吾もありがとうございます。ありがとう。ん、肉やっほー、元気だよ。インテリックさん、何時まで配信してもらえますか。まだ決めてない。何時までしよっかなって感じです。あ、エイジーおかえり、ハートミーありがとう。わ、リック、リックンありがとう。お守り、あ、すごい。ヒカルさんもありがとう。わあ、すごい。なんかみんな。りょうくんもありがとう。インテリアクダさんも、アートミーありがとう。すごいすごい。なんかみんなの勢いに圧倒されるわ。今日部屋違う。本当？昨日もここだったよ。たまに違うくなります。ヒカルさん、アートミーありがとう。ありがとうございます。ヒカルさん来てくれたばっかりなのに。あ、ゆうすけおかえりなさい。今日もハートミーありがとう。優しい、優しい。まず一旦の目標は1時間で、多分そっからどんどん伸びていくかなっていう予想。今日お昼1時間ぐらい配信したんだけど。今9時ぐらい？さっき始める前9時前ぐらいだったんだけど。いつもよりは遅めだね。だいたい私この時間に終わってる時もあるもんね。どっちかって。どっちかと言いますと、小太郎ちゃん、嬉しい、初めてじゃない？はっ、すごい、すごい、ありがとう、ガタガタさんありがとう、嬉しい、ありがとう、よしこちゃんも久しぶり、バラありがとう。すごすぎ、カタカタさん。出会ってまだ少ししか経ってないよ。ナイギフすぎるんですけど、ありがとう、ライブゴールのやつ。やばすぎ。やばやばなんですけど。
挙手制挙手制ありがとう。素敵な出会い、木曜日に素敵な出会いがありました。ありがとう。着てますか。確かにこうやってやってるとさ裸に見える。裸に見える。難しいんだけど手の置き場。たまにしか来れないけどよろしくです。全然ですよ。あーエイジありがとう。え、あ、びっくりした。 50% 達成しました。すごい早い。今日なんかすごいスピーディーなんですけど、スピーディーゴールなんですけど。顔の中でどこが一番好きですか。どこだろう。目かな、強いて言うなら。あ、ユーザーさんおはよう。ネイルかわいい。なんか友達からはめっちゃ不評なんだけどさ、なんかみんなから、みんなからっていうか、そのみんなではないけど、意外と好評な層もいるもんだ。歯？うちの歯ってこと？歯は褒められたことないな。まあなくもないけど、別にすんごい超綺麗な歯並びってわけでもないけど、丈夫な歯はしてるけど。あ、いや早く、そうでしょ。髪色？ありがとう。すごい、達成するんじゃないこれ。本当に？幻かも。ありがとう。128583さんが最後の王冠全部やってくれた。ありがとう。すごすぎない？まだ男性か女性か分かってないけど、きっと男性だね。男気すごいね。優しいね。さっと現れ、さっと投げ、さっと去っていくっていう、なんかすごい。さっと現れ、さっと投げ、さっと去っていくっていう、なんかすごい。お話ししたいんだけど。唇、確かになんか配信始めてから唇を褒められることも増えましたね。演奏出た、また演奏、毎日演奏聴きながら飲んでるの。毎日おしゃれな晩酌だね。ジロチンありがとう。ユウスケもありがとう。話題は、話題、何の話題、話題を提供しろってこと？自分の保育園の演奏、知ってるよそれ。あの今で多分3回ぐらい来てくれてると思うけど、3回とも私その手で喋ってるよ。初見失礼、初見でコメントありがとう。上着てないじゃん。こうやってたらさ、上着てないように見えるよね。これバンされるんか。ちょっと手の置き場に困るんだよな、これ。名前読み間違えてしまった。名前じゃ思ってたのと違ったらいなくなっちゃうってこと？どんなもんかいと思って見に来たんでしょ？綺麗な方でした。よかった、好印象で。ありがとう。最高じゃん。キスしたいとか言ったらアウトなんかな。わかんない。アウトじゃないんじゃない？うちがアウトかアウトじゃないか決めるってことでしょ。じゃあアウトじゃないんじゃない？好きな漫画やアニメ。でも私はブルーロックがめっちゃ好きなんだよね。ハンターハンターとかブルーロックとか、あの、もともと超弱いキャラが覚醒して、あの、どん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 強くなってくっていう
何もハラハラしても絶対絶対最後ハッピーエンドやんみたいなやつが好きです。覚醒系が好き。ライブ頑張る、ありがとう。お仕事は今は TikTok ライブしてます。よしこちゃんありがとう。ちゅうくん嬉しい。あ、もうさんもハートミーありがとうございます。ブルーロック好きすぎてもう一回最初から見返して映画見に行きました。かっこよすぎ。太陽さんフォローありがとうございます。でも最近って言っても去年ぐらい、なんかあんまりアニメ見るタイプじゃなかったんですけど、なんか友達の周りがなんかその女の子だけどね、大体あの格闘技系かアニメ系にハマると新しい男ができたって言われると思うんです、言われる割合ちょっと高いと思うんだけど、シンプルに女友達がなんかそういうアニメ系の話したりしてんのよ。アニメとか舞台とか好きな子が多いんだけど、だからなんか友達がその 2.5 次元系の、舞台に出てる子が多いから、だからなんかそれで話してるの聞いて、あーでも面白そうだなと思って見始めたらまんまとハマったよね。無事お話に入っていけるようになりました。身長は160センチです。160の人だいたい159とかっていう説もあるんだけどさ、ガチで160センチなんだよね。わかんない、昔の測ったやつだからワンチャン縮んでるかも、歳とともに身長が。天使すぎる、やったー。生まれて23年目で24年目で天使になれました。田中さんありがとう。ポテトのバラも嬉しい。あ、コータンもありがとう。ハートミー、やったぜ。わかった、よしこちゃん、よかったらまた来て。コータンタップありがとう。あ、でも確かになんか顔の系統がなんかどっちかっていうとね、身長高そうに見られるかもしんないけど、全然全然普通です。髪はカラーのみです。カラーのみ。会いに来た、だって嬉しい。いつでも会いに来て、いつでもライブ配信してるからさ。田中さんありがとう、めっちゃ送ってくれる、うれしい。うれぴー、うれぴー。 KB の劇でカウントダウンに行かないの？だって行かないかな。予定はないよ。うれしいぐらい、でも欲しかったな、そんぐらい。ゆうきフォローありがとう。あ、ワンコクッキーありがとうございます。田中さん、田中っちありがとう。まあ、しんくんありがとう。バラありがとうございます。肌スベスベですね。確かにスベスベそうに見えるでしょ。でもスベスベだよ。まあそれなりにケアしてるからね。スベスベでなってもらってくんなきゃこちらも困ります。ハクさん、あれ、ハクさんおかえり。うん、タイがおかえりなさい。昨日ちょっとしか会えなかったからね。あ、ゆうすけもありがとう。結婚するんです。結婚なんで？結婚はまだしないけど全然願望はあるよ。おかえりなさい。メイク動画とかあげ
あ、でも YouTube はね、もう結構昔にやめちゃったから 最近のあれはあげてないかな。うますぎる、嬉しい。週刊誌に載ってました。嘘でしょ、私が結婚するって。私知らない間にそんな知名度あった。あ、田中さん、ローズありがとう。ありがとうございます。嘘です。怖。逆にありがたいけどね、結婚する予定があるんだと思った。ありがた。焦らんでいいやん 予定あるなら。タイガー、ありがとう、嬉しい。優しい、優しい、ありがとう。来てすぐなのに、なんだかんだ昨日のも、昨日の一瞬カウントしたら3回目だね。翔くん、なんだ、ありがとう、嬉しい。ハンドハートまでいただいちった。う。わ、マジやば、やばいんですけど。どういうことな？こういうことか。嬉しい、ありがとう。優しい。癖すごでしょ、優しい。優しいんですけど。でも今日のライブでかけらが2個もらえたならば、明日から B さんになれるというお話なんですけど、おめでたい。あ、待って、翔くん、翔くんもヤバめなんですけど、ヤバ、ありがとう。スイカラブいいんですか？ナリさん、ありがとう、アツハートミー。やばすぎ。やばすんぎ。爆速なんですけど、いいんですと。すごい、なんか、文章だけだと野球少年みたい。硬 派だね、なんか。ありがとうございます。遠慮なくいただきます。23はギャルなのか？いや、年齢じゃないと思うけど。うちの友達別にギャルじゃないからね。全然ギャルじゃないですけど、私はギャルかギャルじゃないかの部類でいけばギャルな方の、じゃないでしょうか。ねえ、やばすぎたいが、どういうこと、ほんまに。やばすぎなんですけど。やば。怖っ。怖っとか言っちゃダメだよね。え？やばい、嘘でしょ？爆速でライブゴールが次々と達成している。マジ？ありがとう、嬉しい。あと残りスイカラブで達成なんですけど。何事や。はじめまして、コメントありがとう。富士山フォローありがとうございます。シンクもフォローありがとう。タイがやば。だって、会って実質3回目だよ。そんなことしてくれんの？すごすぎる。ありがとう。こう、3回目だよ。そんなことしてくれんの？すごすぎる。ありがとう。こう。たぶん、サボりば。サボり、サボり。キムちゃん、グッポありがとう。ハッピースキーさん、こんばんは。あ、そうか、ありがとう。Thank you. Thank you. バイバイ、ハレイ。おじゃどんじん、アイナ。おじゃどんじん。よかったら助けてください。そのとこお願いします。ユブちゃんの名前変わった？睡眠中？睡眠中？ナイスすぎ。マジナイス。無理か睡と眠思っ中？た。あ、2倍中です。トムさん、ありがとう。ここナナさん、ありがとう。これちょっと、
頑張ってきた。ナイスタイガー。ナイス。あー、リバイスピチャレー。よかったな。みんな応援お願いします。あと残り10秒。あ、Thank you for your following。ハンプ。ありがとう。ありがとう。タピスケさん。あ、コーナーナイス。ありがとう。残り、お、ナイコラさん、タッパありがとう。レナからコメントしてます。わかったよ。タートル、やばい、ありがとう。やばすぎ。ナイキュー、ナイキュー、ナイキュー。ありがとう。やばすぎた、どんさんやばい。ナイキュー。ありがとう。誰かと思って。大して覚えないな。あ、最近、お尻色かわいいな。ちょっと、頑張ってくれたから。最後まで。花沢さん。水、2杯飲むのに。いいな、飲んだのに。かなりかわいいな。みんな、初見さんもよかったらタップからでもお願いします。宮崎めっちゃありがとう。見栄えすごすぎ、みんなすごすぎ。タイがナイス。タイがすごい。タップみありがとう、エス。タイがありがとう、エス。スイカも投げましてね、エス。ありがとう。チーズ。いっぱい吸うと。そのため。ありがとう。ハセさんもありがとう。乾く？ありがとう。大丈夫大丈夫。いっぱいチーズ。いっぱいチーズよ。大丈夫。シャローさんいらっしゃい。こんにちは。こんばんは。あ、そう、そのためか。毎日みんなのみんなのキットのキット。最後。差し込み注意ですね。差し込み注意。わせさんこんばんは。サンデルさんこんばんは。エオファさんこんばんは。アキさんこんばんは。じゃあ始めまして。ラスマちゃんいいね、ありがとう。こんにちは。こんにちは。わせさんこんにちは。いつもありがとう。こんにちは。ありがとう、ゆうすけ。ありがとう。逆に10だって。トップさんのクロップ割り得た。あと20票。そう。なんか早くないレベルアガンのディスト。あと20票。よかったらみんな応援お願いします。トップさんありがとう。ママさん、ありがとうございます。残り18秒。すごい。注意、怖い。よかったら応援お願いします。わ、すごい。トムさんありがとう。みんなありがとう。やばすぎ。ありがとうございます。タピスケさんありがとう。私もないのかな。ありがとうございます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 。で読んでも大丈夫ですか、ランキング。ユートで、はい、はい、読みます。1位タイがやばい。ライブゴール達成とともに、勝ってしまった。やばすぎる、ありがとう。グローブもおめでとう。いないけど、2位サトルさんもありがとうございます。3位ユウスケありがとう。サラダさんもありがとうございます。皆さんもタップ本当にありがとうございました。ありがとうございます。イセキさんとイセキさんの枠の皆さんもありがとうございました。ヤマ兄さんとヤマ兄ちゃんの西田さんありがとうございました。ありがとうございます。よかったらフォローしても大丈夫ですか。フォロー交換お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、またお願いします。お願いします。ありがとうございます。今聞こえてるかな。いけたかな。あ、ご挨拶ありがとうございます。みんなありがとう。嬉しすぎる。ライブゴールも達成する瞬間に勝ったんだけど。熱すぎる。熱。マジタイゴ最後ありがとう。タイゴって言っちゃった。タイゴ最後ありがとう。やばすぎる。マジでありがとう。嬉しい。やばい。やばいよ。嬉しいよ。熱いよ。マジ最速でライブゴール達成できたんだけど。1時間経ってない。
少しお帰り。ウエスト上すぎですか？出た。違います。こういう服です。やばい。マジタイガーありがとう。喜んでもらえてよかったです。だって、え？なんか初めて会った時のライブよりも距離感出てない。勝手に仲良くなってたと思ってたもん。うちだけ？距離感が。アホさんありがとう、バラ。ありがとう。わら。距離感あるなと思ってしまったよ。熱っ。カレピいますか？だって。みんながカレピだよ。彼氏、いい彼氏募集中です。ルートさん、ありがとうございます。初めて。ごめんだって。これマジタイガのさやつよな。もううちの中ではほぼもうタイガのだと思ってるよ。なんかあったら撫でてくれる。撫でたら許されると思ったんか。逆に。でもありがとう。ヤマさんフォローありがとうございます。えマジ勝てたの嬉しいのとライブゴール達成したの嬉しすぎてさ、マジ一気に代謝上がったんだけど、熱い、バカ熱いんですけど。あーすごい、ゆうすけありがとう、嬉しい、ありがとう。なんか軽い男みたいになってない？嘘、冗談じゃん。ジョークジョーク、 TikTok ジョークだよ。うちが一番軽い女そう。すごいゆうすけ、なんかさ、来た時はさ、ギフターレベルなかったよね。でもそれからさ、うちのライブ毎回来てくれるってことは、マジうちのところで10まで行ったってこと？あ、全然炙り出そうとしてるわけじゃないのよ。他行ってあげたでしょみたいなとかじゃなく、シンプルに。だとしたらめっちゃ嬉しいなと思って。ありがたいなと思っただけだよ。今家着いた。あ、キロだったの、タイガ。お疲れ様、お仕事終わり？お仕事終わりなうですか？駐車場から歩きながら投げ取ったってやばすぎ。ながらであんな？歩きながらの力じゃないんだけど、えぐすぎ、やばすぎ、嬉しすぎ。マジ語彙力ない、うち。どうしたら語彙力って上がんの、教えてほしいんだけど。俺の課金控える宣言消えたよ。確かに1週間に1回とか言ってたけど、ありがとう。久しくん嬉しい。それより今日も可愛く生きててくれてありがとうな、だってこちらこそありがとうな。22歳だから、うちの年下から。うち23だから。ダサダサ、今日から考えるわ。だってそれ定番にしよう。今日から考えるわっていう定番にしよう、うちらの中で。あー、なんかすごい、私さ TikTok ライブ始めてから、まあなんか途中休んでた時期もあったんだけど、まあ言うてバトルも、まあ、ちょっと慣れてるぐらいなぐらいだからさ、だけど毎回勝った時の要因すごいんだよね。まだ勝った要因に浸ってんだけど、今日から俺はみたいでちゅう。いいじゃん、22じゃねえよ、何かにか仲良くしようねえ。怖い、なんかそのすごい情緒面白いやつ、隼人ってばおもろいやつ。面白いやつだね。
仲良くしような。うちからもお願いするわ、仲良くしような。よかったですね。だからそのなんかそのなんかところどころの距離感出してくのやめてまし。カタカタさんおかえり。面白いやつとか言うのいっぱい笑顔にさせるな。おもろ、こいつおもろいな。よかったじゃん。あ、そう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 、それ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 、うちが求めてんのそれだわ。よかったじゃん。そう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 それ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 。マジ注文多すぎうち。面白い、いいじゃん。面白い女と面白い男だったら相性バッチリじゃん。マジで22じゃないの？この逆に22じゃなかったとしたら隣の22何？相場年齢名前の横にカッコって聞いてるんだけど。注文多くてパンクする。注文の多い料理店だよ。マジで22じゃねえ。あ、そうなの？何歳？いくつなの？じゃあその22の謎解きたいんだけど、何の数だそれ。22はニャンニャン、猫が好きなの。かわいい。ネタバレの内容かわいい。24だよね。え、ワンチャンためかも。うち24の年だよ。平成12年生まれ？違う？25の、あ、やば。年上だった。お兄ちゃん。お兄ちゃん。昨日来れんかった分、投げれてよかった。すごい、なんか。エチグ、昨日ちょうど終わるタイミングだったからね。ヒマリンが、ヒマリンがすんませんだって。謝られてる。00やね。あ、そうなんだ。それなんだっけ、遅い生まれって言うんだっけ。あ、成長、おかえりなさーい。おかえりー、おかえり、おかえりー。おはよう。早生まれか。おはよう、おはよう。いっぱい大きく食べ、いっぱい大きく食べてねって間違えた。読む順番間違えちゃった。いっぱい食べて大きくなってねだって。頑張るよ、努力はしてみるよ。いつもと場所違う。本当？昨日もここだったよ。今日は22時ぐらい。え、でもさ、言うてもう22時でしょ。違う？日本語上手、日本語上手。なぎちゃんの TikTok。 え、そっか、おやすみ。なんで？なぎちゃんの見てない、見たことない。あ、あやちゃんおかえり。38分。でも言うて1時間半ぐらいしようかなって思ってたんだけど、だからまだ言うてあと1時間経たないぐらいするか。付き合ってよ、それまで。フォロー2回したら外れるやん。してないことになってしまってるやん。今東京です。しゃーなしなんて。ありがとう、タイガならそうやって言ってくれると思ってたよ。
あ、しのびさんありがとう、あとみありがとう。ありがとう。すごくファンです。すごく、本当にすごくファン？本当に本当にすごくファン？もうパターン読まれてるんかって。意外とね、うちこう見えて。そうやって言うやつほどバカ。秋田に帰ってくる。あ、でも今月の頭帰ってましたよ。7月4日ぐらい、4日間ぐらい帰省してました。秋田はね、マジ涼しい、まあ暑い、まあ涼しくて過ごしやすかった。だから東京帰ってきた時、ちょうどなんか東京が猛暑日続いてるタイミングで帰ってきちゃって、え、マジで地獄に戻って、地獄に帰ってきたと思っちゃった。ビビった、暑すぎて。認知してね、だっていいよ。してみるね、してみてみるね。でもキロってことはさ、タイがご飯食べたの？食べてないの？あ、あやとありがとう、フォロー嬉しい、ありがとう。外さないでよ。あ、ご飯食べてきたから帰ってきたんか、よかった。引き止めたはいいものの、ご飯食べてないのかと思った。相方元気ですよ、元気ですよ、元気にママしてますよ。出れるじゃねえか。食べてなくても気にせんと食べるかな。ねえ、やめてよそれ。うちの優しさが水の泡じゃん。ちゃちゃちゃ。暑いな。毎日暑いな。今も暑いな。でもエアコンつけたら寒いよな。悩ましいな。それ受け取ったら大丈夫やで。やでるって納豆で。やでる。今は東京に住んでます。東京に住んでます。君は誰？私の名前ってこと？私の名前を知りたいんか？私はひじりって言います。ひじちゃんって呼んでください。こんばんは、かっきー。方のインスタ何？山田ななみって調べたら出てくるよ。リンク貼ってないかな。さきさんフォローありがとう。ひじりですか？あ、そうです。正の字の一文字でひじりです。ピンポンです。ピンポンピンポン。名前はセンス、名前もでしょ。名前もでしょ。名前ですよね。名前これよく間違えるって言われます。相方さん子供いるよ。ママしてます。
私は23で24の代です。で中国の子にお顔似てましたって。そっくりさんってこと？私がそっくりさんってこと？お友達がそっくりさんってこと？って可愛いよね。お名前がでしょ。私マジ自分の名前超好きなんだよね。自分の名前が大好き自分のことじゃなくて自分の名前が大好き。ひーちゃんはいつかな結婚妊娠だって。いつだろうね。いつでもしたいな。いつでもしたいなって言ったらだけどね。でも自分の子供が生まれた時にさ、マジでお母さんに、いやマジこの名前つけてくれてありがとうって思われたいからさ。ひーちゃんと一緒にいちごのクロワッサン食べるのが6番目の夢でしたって。結構上位だけど結構上位だけど大丈夫？それが6位番目だと逆に1から5何か気になるわ。娘さんができたとしたら、でも一文字の感じがいいんだよね。なんか男の子でも女の子でもいける名前がよくて。ひじりもいけるじゃん。というか私女のひじりに会ったことないんだよね、まだ今までで。人生で男のひじりは会ったことあるんだけど、女の子がまだいないから、まあ、あんまりなんかその、あ、ケイタありがとう、ケイタ、ケンタ、ケンタありがとう。なんかあまり周りと被らないとかっていうので、めちゃめちゃキラキラネームすぎてもあれだなと思うんだけどさ。あ、よいちゃん、よいちゃんおかえり。みーちゃんと一緒にやりたいことは100個あるよ怖い、早い、見つけるのすごい早い。特技にした方がいいよそれとってもすごいことだよ。出会ってすぐの人のやりたいこと100個見つけんの。初めて見た時からずっと好きでしたすごい、人生で一回はされたい告白してもらっちゃった今。なんでわかったの？なんでわかったの？え、なんか出てきたからよいちゃんだと思った。アイコンと名前が出てきたから。なんだっけ、あの潜ってる、潜ってるだよね。喋らない、あのコメントとかなしに見てる時のこと。潜ってたでしょ。5番目の夢はプッチンプリン食べ、それ食べ物シリーズで行こうとしてるでしょ。ちょっと前からいたんだけど、あ、本当？なんか今ここに表示されたからよいちゃんいるんだと思って。あ、にゃんちゃんありがとう。なかなかなかこしたんだ。最近流行ってる TikTok、 今日の昼の配信で教えてもらった。あ、ローザありがとう、よいちゃん嬉しい、ありがとう大河もありがとう、嬉しい。今日のお昼に教えてもらったのこれ。しかなかなかなかこしたんだ、しかなかなかなかこしたんだ、しかなかなかなかこしたんだってやつ教えてもらってすぐやるタイプ。あ、にゃんちゃんありがとうなんだかんだ毎日来ちゃってんな。めちゃめちゃ美人さんですね、だって。母ちゃんありがとう。
りょうくんありがとう。 TikTok わらわさんはにゃん、これからだよん。まだまだこれからだよん。やばい、一回鹿の子の子の子歌うとさ、マジずっと鹿の子の子の子頭の中なんだけど。クォーターじゃないです、ジュンジャパです。よしこちゃんおかえり。カルピスウォーター、カルピスソーダが好きです。ソーダが好き。そうすとか言うとかじゃない。すごい名前考えてくれてた。確かに。で、生まれてから顔見て決めるかな。候補は用意しといて。間違えた。つんさんありがとう。あ、さとるさんおかえり。さとるさんまずさっきありがとう。ガチありがとう。おかげさまで勝てました。マジありがとう、本当にありがとう。ガチありがとう。やったー、24年目にして天使になっちゃいました。あ、たかありがとう。あとみ嬉しい。あざす。犬と猫は犬だね。まだ猫を人生で飼ったことがない。どうなんだろう。わあすごい、ゆうすけありがとう。ドーナッチ、ドーナッチありがとう。鹿の子の子のここしたんたんって、もうずっと頭の中流れてる。やばい、中毒になりそう。元ネタあんま分かってないのに。あれって何なんですか、流行ってるアニメなの。あまり情報に、やっと発見した。マジでうちはめっちゃおすすめに出てくるんだけどね。やばすぎ。お返しユニバよろしく。やばいやばいやばい。お返しユニバできるぐらい稼がないと。倍で返さないといけないシステムだから。これマルチーズ買いたい。うちはマルプー買ってますよ。あれマルプーだっけ。マルプー買ってます。ヤギさんバラありがとう。うれぴーありがとうございます。アデムさん、エデムさん、タップもありがとう。よかったらぜひタップもお願いします。オフ会はでも最近、あれ7月の頭ぐらいにイベントやったので、でもめっちゃ楽しかったからまたやりたいんだよな。でも全然未定です。マルフォ、マルフォいいな。どういうこと、全然話が噛み合ってないんだけど。うちらいけそう、やっていける。きょうさんフォローありがとうございます。あ、頑張って。さとるさん頑張ってね。ありがとう、本当にありがとう、ありがとうございます。じゃあお別れやね。だってめっちゃめえやったぜ。あとみわーいね、やばい。じゃあお返し大変になるから、マジやだっていうのも失礼だけど。お返し大変になる。いやー、ありがとう。ダンストまでしてくれて、してくれちゃって。ハートミーまでいただいちゃいました。ありがとう。嬉しい。マジありがとう。優しい人間だぜ。何でお返しせねば。私は何もマジ。うちも頑張るぞ、配信頑張ってやるんだから。藤田さんいらっしゃい。服装ドタイプです。こんにちは。ドタイプ本当ですか。ほぼ着てないように見えちゃうけど、いけそう。ステッチ、ステッチが来ました。あっち。なんか配信ってさ、ほんとずっと座ってるだけなんだけど、なんでこんな汗かくんだろう。ハリバダキ、ハリバ、あ、ハリバディ、あ、違う、肌バリキ。やばい、ろれつも回らなくなってきた。
やばい、熱中症。翔平くんありがとう、ローザ嬉しい、ありがとう。朝の5時からまた早っ、ほぼ夜勤みたいなもんや。朝5時終わるぐらいか、夜勤は。酒飲んでないです。めちゃめちゃノンアル、なんなら水飲んでるんだけど、超水飲んでます。脱毛してるよ。脱毛してます。シラフ、え、シラフだよ。え、ぽくない？元気すぎ？全然あの元気じゃないパターンもできるんだけど、日中が元気じゃ、元気じゃないっていうか、日中は落ち着いてて夜にかけてボルテージ上がっていくタイプっぽい。最近気づいた、配信してて。多分昼に初めて見に来てくれた人とかが夜とかに会うと、なんかテンション高いねってなると思います、きっと。全部脱毛ですかって。お任せします、ご想像に。夜の方が好きなタイプ。全然日中もアクティブっちゃアクティブだけどね。怒らないすいますか、内緒。体調暑すぎる。暑い。エアコンつけるかめっちゃ迷うけど、絶対つけたら寒いな。やっぱり吸うのか、だって吸わないやん。うてててて、髪結んでほしいです。髪、結ぶとあれになるので。あ、え、涼しい。髪の毛だったかも、うち暑いの。髪の毛だったかも、涼しい。これだ、あじこれだ。ダントツ結んでる派です。だって本当。じゃあ次結ぶね、今ゴムないから。マサヤフォローありがとう。バッサリは切らない、今伸ばしてるから。切るの一瞬だからさ。暑いに言う髪の毛原因って、いやいやね、致命傷なんだけど。ロングストレート派、確かに。私も最近ずっとストレートだったんだけど、なんか気の迷いで巻いちゃった。あ、タケおかえり。ロングストレートがいい。だって前髪はもうね、ないのにしてから、ないのが楽すぎて作る予定はまじ一切ないかな。おかえり、こうちゃんフォローありがとう、ありがとう。あ、翔平くん初アートミーじゃない、ありがとう、嬉しい。キリーね、580人目だって。髪上げてる方がいい。だって、すごい、みんな上げてる方がいいじゃん。上げろって話、もしかして。次上げるね、絶対。一生、一世、一生くん。山田ちゃんはどこですか？だって山田ちゃんはいないんだ。ライブ配信うちしかしてないから。ごめんね。何時まで配信するの？どうしようかな。めっちゃ迷ってんだよね。今1時から、1時間半ぐらいしたいから、あと、
あと6分だからあと20分ちょいぐらいします予定です。今何時ぐらいなんだろう。10時ぐらい。10時ぐらいかしら。あ、タイが戻ってきた。ねえ、どこ行ってたの。モデルはやってないです。でもモデルっていうことにしといてください。10時になる。あと1分。なんか今日時間がもうちょっと早い時間かと思ってた。読み間違えたって。やっちゃったね。やっちゃってるよね。タイガさん、タイガさんじゃない、散歩中。めっちゃアクティブじゃない。超絶アクティブ人間じゃん。ジム行ったり散歩したり。いいね。今暑くないの外。めちゃくちゃ綺麗だって嬉しい。ありがとう。 TikTok の、あ、そういうこと。ここの中ね。こん中を散歩してたのね。なるほどね。暑い暑い、暑すぎるよ。もう最近暑すぎてさ、お風呂入って朝とかさ、お風呂入っても汗かくからさ、じゃあだってね。早くないですか、いなくなるの。嘘でしょ。牛の子おらんかなって。おらん。よいしょ、ここやろ。早すぎるよ。ら、なんて読むんですかこれ。かっこいい文字すぎて。メイ、メイヒム。むずい。あつ。だから戻ってきたって。おかえり。メインくんさん、かわいすぎる。やったー。あ、デニムこれ3月7月だって。ダイイングメッセージみたい。どういう意味なの3月7月って。福山雅治、福山はさまるです、だって。つい。あ、タイガーありがとう、ありがとう。チューブトップデニム、すごい。アイテムの名前うちも分かんなかった。チューブトップデニムっていうんや、これ。好きなお酒はビール、ビールかハイボールを飲みます。日本酒も好きです。ワインもたまに飲みます。以上です。あち、めっちゃ飲むよ。確かに。確かに。今の説明だとめっちゃ酒飲む人だった。あと日が照らいた花火を見てた。きっとまだ終わらない夏が。日本酒をやる用意する。確かに。日本酒うちも酔っ払いやすいけど、たまに飲みます。曖昧な心を溶かしてつないで。おやすみ、ありがとう。打ち上げ花火どっから見ます。打ち上げ花火か。でも意外と私花火大会とか行ったことないかもな。ちゃんとがっつり、ちゃんとがっつりない。好きな銘柄、
なんか特にこだわりはないんだよね。酔っ払ったら暴れてそうだな。マジで酔っ払っても変わんないよ、このまんま。マジでこのまんま。記憶も飛ばさなければ眠くもならない。あ、相葉さんおかえり、ハートミーありがとう。出た、結婚する、定期的にやる結婚するシリーズ。おはよう、おはー、コージーいいね、ありがとう。結婚しないよ。結婚しません。あ、コージバラありがとう。コージバラありがとう。しんくんもバラありがとう。はやとおかえり。全然寂しくなんてないんだから。くうみさん、くうみさんバラありがとうございます。かわいいアイコンだね。お子さん、かわいい。何ニヤニヤしてんの、ニヤニヤしてるのそっちやろ。はい、かわいい。女の子2人なんですか。マンデー週刊誌、そんな、逆に私もそこまで知名度が上がったんだね。かわいい女の子、いいな。ユアとアイです。だってかわいい、ユアちゃんとアイちゃん、かわいすぎる。ユアちゃんがお姉ちゃんなのかな、この感じからしたら。その結婚ニュースになったらなりますか、なるかな。かわいい、いいな、女の子2人、うらやましい。あ、ソラありがとう。ソラがめっちゃ投げてくれた。すごい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 。初見さん嬉しい、コメントありがとうございます。芸能の仕事、いや TikTok ライブとか、あとはイベントとかもしてますけど、あ、フィーリングさんおかえりなさい、おかえりなさい。あ、名前間違えたでしょ。あ、ありがとう、アートミー嬉しい、ありがとうございます。お疲れー、お疲れー。アイラ、アイラちゃんかな。ハートミーありがとう、ありがとう。トトトト、トト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 ト。嫌いそうやね。何が？日に日におきれいになってる。嘘でしょ。でも会ってから多分数日しか経ってないよ。そんな経ってないと思うけど。変わった？誰？初ギフトだってよ。眉毛さん。すごい個性的。でもハートミーありがとう。嬉しい。初ギフトの初ハートミー送ってくれたの？すごっ。記念日じゃん、記念日やん。
今日はあと残り15分ぐらいやって終わります。ちょうど1時間半ぐらい。15分ぐらいやります。あつ、あれ、一気にコメントなくなった。みんな生きてる？みんないる？いけてる？ちょっとあと15分だから、その前ちょっと頑張って、道も頑張るから。目の保養になりまして、家にそうでたって、ありがとう。超ペイショーペイペイ、ありがとう。水分取ってください。死ぬほど水分取りまくってます、今。そうだから、ちょうど配信終わったぐらいにトイレ行こうかなって思うぐらい。メインくんさん、おかえり。おかえりなさい。あー、ジョエローさん、ありがとう。ローザ、ありがとう。タイガ、おかえり。また散歩してたんでしょ。君って男はまた散歩してたんやろ。熱すぎる。可愛しすぎて直視ずっとできへんから一回離れてた。だってそれは許す、しゃあない。それはしゃあないな。それは許してるわ。えら、しゃあない。簡単な女です。私ってば、本当に簡単な女。シェルさん、いらっしゃい、こんばんは。慰めのよしよし。慰めのよしよしいただきました。ありがとう、タイガー。よし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 、うちのことワンコだと思ってる。全部含めて好きだよ。だってありがとう、今好きだよ。りょうくん、ブレスレットありがとう。甘川のりゅうさん、おかえり。意外とまだ4回だった。え、そんな少ない？もっと？ごめんなさい、ごめんなさい。話した途中にすみません、あくびしちゃって。ワンワンだって。ノーワン。ノーワン。ワン。ワン。こんばんは。ゆいゆいのくまちゃん？ゆいゆいってあのゆいゆいかな。バラありがとう。あ、マカオノリさん、ハートミーありがとうございます。出た！あ、ちょっとでも、今日の格好に合うな、なんか。なんかちょっと今日の格好に合う。ちょっともう一回、もう一回。なんか合うかも。
違う違う、ひげやだ、おひげがすごいんですけど、合わない合わない、もっと可愛いのが合うんだよ私、くまちゃんとかさ、うさちゃんとかが似合うんだから。どう？おひげとかじゃなくて可愛いのが似合うんだよ。へえ、じゃあ、あ、1285さんおかえり、おかえりおかえり、あつ、ドゥ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 、壁が全然冷たくない、バラが似合うよ、だって、えひーちゃんだって、ひーちゃんだよ、バラが似合う、バラが似合う女って超良くない、あのゆいゆいです、だってゆいゆい TikTok やってるよね、私もなんかのおすすめかなんかで出てきてました、すごい綺麗になってる、嬉しい、あー、かわいいじゃん、似合うじゃん、マカオのリュウさんありがとう、猫ちゃん、だからいいって言ってんじゃん、だってありがとう、自分で言うなよとっても似合ってた、エントリー入った時か思い出してたって、じゃあもうもぬけの殻でしょあん時はね、お芋さんだったからね、あ、似合うじゃん、イエーイふっふっ、帽子いいじゃん今日の格好、かわいいじゃん、すごい綺麗になってびっくりした、嬉しい、今 TikTok ライブしてるんだ、あ、1285さんもありがとう、バラありがとう、バラが似合うって言われたからあ、やだ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 のギフトもらって嫌だのとか言うのもやばいけど、くまちゃんありがとう、バラ、ローザありがとう、1285さんありがとう、バラたくさん、持ちきれなそう、71本なんて、やだわやばいってさすがにやばいなと思った今、ありがとう、ひげも似合ういい女になるよ、頑張って、ひげも似合ういい女になるよ。いいじゃん、ゆきさん、あ、なんかね、あれだよね、 OG の人が書くやつあるんだよね、うちのサインいる？需要あるかな、普通に似合ってるやんって、確かに、おひげがなかったら似合ってる、ひげも似合ってる、ひげも含めていい女、 YouTuber じゃなくなりました、元です、確かにこのアイコンと名前なら元だよね、あれも混ぜてくれ、だっていいよ、あと5分で終了だけどね、 YouTube はね、そうだね、距離的にも、まあ、やる予定はないかな今のところは、いつきくん、いっきくん、いらっしゃい、てん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 だ、たらたらたん、相方は兵庫です、5分で終わりそう、あ、レオありがとう、あーとみー、寂しいだって、寂しい、寂しいか寂しいか、はい、お疲れ、今日お昼した時いちごさん来てくれたよ、
寂しいです。だって、素直で可愛い。素直お兄さんじゃん。素直お兄さん。ああ怒った素直お兄さんとか言って。あ、そう、来てくれたいちごさんが。で、なんか、シェアしてくれて。こうちろさん、こうたむさん、こうなんとかさんとかも来てくれた。こうちむさんか。寂しいのほんまやからいいよ。だってかわいい。かわちい。すぎる。すごい、急にオールバック急にオールバック。おじさんじゃないお姉さん、間違えた。ドンドカドンドカドンカンカン。ボブ似合いそう。本当に？でも今髪伸ばしてるからさ、ボブにしちゃうとさ、ボブってどうやってやんの？ボブの仕方わかんない。むずい。1285さん、サブスク登録してくれたの？嬉しい、ありがとう。やった。マサさん？マリカワイイだって嬉しい。また今度来て。ありがとう。優しい。やばい、髪の毛。熱すぎてめっちゃ触っちゃうけども。ティファニーのネックレス、そう、ありがとう、タイガー。ティファニーのネックレスね、ちぎれちゃったんだよね。修理出さないと。あれ、ちぎれちまったんだよ。そろそろ終わりだ、みんな。そう、なんかみんなとか言って今日もありがとう。今日もとっても楽しい配信でした。また会おうね。ありがとうだよ、みんな。りょうくん、ありがとう。最後に、俺のおかげやねって。お前のおかげだよそう、終わりなの。またいつか、またね、また明日だよ。あ、くまちゃん、ありがとう、友情ネックレス、最後に、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございますだよ、本当にみんな。ということで、明日はちょっと忙しいんだ。金曜日だしね、みんな。でも、これでよかった。ありがとう、推しがかい。推しがかい。最近だもんね。ということで、またまた会おうね、みんな。すごいギャル。お疲れ様、ありがとう。それではそれでは、またね、バイバーイ、おやすみー。